じゃあのエルドリッチさんの誕生日、松田さんところのあのアグのソーセージ、あれ売ってないじゃないですか。うん、あれ送りたいなと思って連絡しようかなと思ってたんですよ。いや、もっといいのがあるよ。何ですか？あの読谷のあの紅豚、紅豚、あれ美味しいですか？あっちが美味しいよ。あ、マジですか？あれ美味しいよ。あ、加工されてて全部。リキさん一緒に送りましょう。じゃあ誕生日レッツ深呼吸から。いつなの？23日です。ああ、もうオンするの？あ、そうです、ね。1月23日。はい。一応意識しながらな。チカ、ちょっと入ってない枠から。え？あ、入れた？入れて。あ、今入れた？どうですか？うん、バッチリ。あ、大丈夫ですね。うん。リッキー、チカのレッツ深呼吸、火曜日の6時、はい、始まりました。なんかあのあれじゃない、この間真っ暗だったけど、うん、ちょっと明るくなってない、ね、もう春に近づいてんの。でも今日ちょっと寒いですよ。まあ気温はね、うん、ちょっと寒いんだけど、でもまあこれから、今週末あたりからかな、うん、あのさらに冷え込んでくるらしいんで。あ、冷えるんですか、もっと、うん、日本全国的に、まあ、今日とかでしたら朝の最低気温が17度ぐらいだったかな。うん、沖縄の今日の今朝の最低気温が17度ぐらいだったけど、今週末金曜日か土曜日あたりからまたさらに最低気温が13度とか。へえ、辛いな。沖縄もそんなに寒くなるんだね。なるなるなるんだなるじゃん。だって覚えてる？去年の、うん、2月頃だったかな、うんうんうん、沖縄に雪が降った。あれ去年か。去年だよね。もうだってさ、もう正月もあんな感じだから、すっかり忘れてるよね、そんなこと。違う、あの本当に俺すごい覚えてる。そうだ、うん、そうだったね。あの宜野湾市長選挙の投開票日だったわけ、うん、そうだ言ってた。そうだ思い出した。で小雪が待ってない、本当に。うん、チラッて見たんだけど、あれ去年か。あの時が、うん、最低気温6度ぐらいだった。あのやんばる北の方に行くと、うんうん、あの5度とか4度とかだったらしいよ、うん、山上行ったら。そうだ沖縄でもここまで気温下がるわけよ。あ、もういい、下がらないでいい、もう。去年だけでいい、あれはもう。いや、どうせだったらあの雪バンバン降って積もりぐらい。いやいや、沖縄雪降っちゃダメだよ。いやいや、楽しいよ。いやだ、ダメじゃねえ、ダメよ。沖縄は暖かくなきゃ。大好きだけど、スキーも大好きだし。いやいや、東京に行けばいいわけ、北海道に行けばいいわけ、見たかったら。沖縄はダメ。いや、沖縄の場合は、うん、あの北海道生まれも育ちの北海道の人でも、うん、沖縄にしばらくほんの数ヶ月住んだだけでも、うん、もう寒がるからね。そうだよね、うん、みんなそうですよね。僕はマイナス何度とか十何度とか下がるけど、うん、沖縄ってそこまで下がらないけど、もうすごい寒がるんだよ、うんうん、風があるから。なぜか分かる。まあそうそう、風があるっていうのもあるけど、うん、あの北海道とかあの、うん、東北寒い地方に行ったら分かると思うんだけど、うん、もうこの冬の時期になったらどこ行っても暖房が効いてるわけ。あーはーはーはー。乗り物、建物の、うんうん、いろんなところでも暖房がしっかり効いてるから、うん、あの寒いっていう感覚、まあ、そこで寒かったとしても室内とかあの乗り物で、ね、体が温まって、うんうん、まあ、外そんなに歩かないみたいな、うん、あ、電車とかの中もってこと？そうそうそう。へもう暖房すごいよ。
電車も電車の俺暖房大嫌いでさ、うん、気分悪くなりそう。そうそう気分悪くなる。あのムンムンする感じじゃないですか、うん、電車もなんだ。だって外の寒さをもう想定しながら、うん、もうダウンジャケットとか厚着してるわけよ、うんうんうん、でその状態で電車に乗ったら、うん、もう汗かいてさ、うん、この汗がまた外歩くと冷えて、うん、余計冷えてこうかむ風邪ひいちゃうとかね、うん、じゃあどうしたらいいの北海道の。いやだからじゃあ ああいう電車とかは、うん、暖房にしてほしくない俺は。ああそういうこと今力さんの意見ね、うん、いや建物、まあ、店とかだったらさ、うん、ジャケット脱いだりとかして、うん、ちょっと調整できるけど、うんうんうん、ああいうもう特に俺浅草からこうスキー、苗場とかさスキー行くときに電車の中、うんうんでもスキーウェア着てるわけよ、うん、これ脱ぐこともできないし、うん、もうかさばるしさ、うんうん、そんなにじゃあもう差があるんだ。暖房はねちょっと嫌だね好きじゃないね。まあだいぶその寒さの話になってきたけどあすいませんね。まあ本当そのぐらい の寒さになるから、はい、まだこれから冷えるってことよ。だから用心してね、はい、皆さんも風邪ひかないように体調を崩さないように ね年末年始の、まあ、先週第1回目の放送だったけど、はい、やっぱりね、うんうん、新年会まだ続くんだけど、うん、結構やっぱ食いすぎて、うん、体重ね増えてた？オーバーしちゃってるけど。やっぱり何キロ太ったんですか？まあ、年末年始で2キロぐらい。本当は本当のこと言った方がいいですか？いやいや本当に、うん、3キロまで行ってなかった。いやもう2キロだったらもうすぐ減りますよ。いやでもねショックでしょ。やなんちゅうの肉があった方が、うんうん、その寒さに強いっていうさ、うん、だから冬場はいいかなと思ってさ。とりあえず出たよねこのねこの言い訳ね、この可愛い言い訳ね。まあ寒い時の方が、うん、脂肪はね燃焼しやすいっていうからさ。そうですね、そう寒い時の方が痩せやすいんですよね。そうそう確かそうらしい、うんうんうん、燃えやすいっていうかね、うん、人間の注力っていうかね、うんうん、体を温めようとして脂肪をこう燃やしていくらしいからさ、うんうん、じゃあ今からだね。あとこの2キロは、うんまあ来週ぐらいの寒さで減るんじゃない。今日から、うん、実はもう、去年のね、ダイエットしてた頃のペースに戻してるから。あ今日から、うん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 、だから今日から、今月末、関西行くでしょ、はい、で帰ってくるで、うん、今選挙の最中でもあるから、うん、自然と体重落ちてくる俺。そうだねそうだね。もう朝もだって5時半6時から起きてんだもん。ハードになってくるからね。そうハードになるから力ちゃんはもう自然とね痩せてくるんだけど、はい、まあ皆さんはねこういうまだ、年始のね、うん、せわしい時期なんで、うん、交通事故も非常に多いです。今日も今朝、高速道路で事故があってね、横転車の横転事故があって、結構大きい事故、うん、北部地区大渋滞して、うん今年始回りで回ってる人たちも、はい、もう大変なことになってたと思う今日午前中ね。だから車運転される方もねぜひ深呼吸して、はい落ち着いて、運転しましょうね。急がずね深呼吸、うん、大事です。どんなに急いでさ進路変更したとしても、うんうん、ほんの数分しか変わんないから実際は。そうだよね、うん、確かに。だからね譲るも譲らんもちょっとしか変わらないからね、うん、もう大体事故の原因はそういった無理のね追い越しとかさ、うん、車線変更とか、うんうんまあ、最近はもうスマホとかねいろいろあるけどさ、うん、その辺ねとにかく気をつけて運転しましょうね。はいということでまあ自治ネタもいろいろあるんですけど、はいそれは今日のゲストさんをお招きしてからね、はい、いろいろ話したいと思いますの で、今日はなんとソプラノ歌手ね来ちゃいました ね曽根妙子さんって多分リスナーさんね、うん、あまり知らない方もいると思うんですけど、うんまあ、実は沖縄にね、最近ちょくちょく来られて。そうですね最近は来る機会が、うん、活躍されてるってことで、はい1時間ねたっぷりお話聞いてみたいと思います。はい、FM ギノワンレッツ深呼吸。この放送はオーシャンビューネルカフェココレジャーホテルかくれんぼクラブの提供でお送りいたします。
今はかかってるのが太鼓さんの曲ですよね。これじゃ あの開けたら曲名放送あの、ね、宣伝してくれる曲名よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。なんだけどここね普段本当に景色いいんですよね。そうなんですね、うん、ここへやばいですねすごいよね。生でとかあれですか。でも全然大丈夫です。大丈夫ですか、はい、あのねこれ意味がわからないよねどんな人に出るのこれすごいね。その辺もねこれユーストリームやってるんですか。ユーストリームです、はい、写真の方お願いします。はい、いきます。はい、チームで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、チーズ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオとかは、あ、出られたこともありますか。そうですね。今日も出て、あ、そうなんです。そうなんです。FM 沖縄とラジオとレキオ。え、で、ここ。はい、今日は南城やって、うん、これなんですけど。おー、すごい。うん、子育て沖縄も。そう、沖縄子育て情報相談室って書いてる、はいはいはい、うんうんうん、ありますね。ないんですけど、それで、すごい結構ね、出てますよね、ラジオね。いただいて、もう沖縄に家建てるそうです。いやはい、どうかわからないですが、はい、何件所持したらいいんだって感じですよね、本当にでもね、多分これからももう来る機会なんか増えてきそうな感じですよね。そうですね、うん、ありがたいことですね、本当にありがたい、うん、バリもすごいですね。バリにも行くみたいな。そうなんです、バリの兄貴、うん、会いに行きます。え、いつ行くんですか。4月に初めて。初めて行ったことない。いや、僕はあの僕の知り合いが何人か行ってる、はい、あ、そうなんですか。それも昨日コンサートに来てくださった人が、バリの兄貴のところで2ヶ月間仕事してた人で、昨日私がライブ。女性？女性。あ、奥間。違います。 あのね、奥間じゃなくてるんですけど、さきちゃんって言ったんですけど、バリの兄貴ってそうなんです。やっぱ8月行くんですけど、あ、これあの声はね、一部流れ出てるでしょ。はい、ね、はい、ちょっと気になったんですけど、はい、バリの兄貴って誰ですか。出たマジ。え、マジですよ。知らない、ね、今誰って二人で、なんか二人で、ね、ちょっとね、置いてけぼりだった。知らないの。すごい。え、みんな知ってる感じなの。あの、ピコ太郎以来だな。意味がわからない意味がわからない、まあ、ピコ太郎ピコ太郎もわからなかったけど、二人思ったりしてなかった。あ、そうなんですか。ほど、アンテナが、アンテナがアンテナじゃない、でも興味があることはめっちゃ興味あるけど、興味がないことは興味ない。アンテナ種類が違うんです。あ、そうそう、いいこと言うよ、いいこと言うよ。お前ちゃんも見に行こうよ。種類が違う。いいな、もいいこと言う。これ使おう。そういう言い方もあるね。うん、頭いいな、アンテナの種類が違う。あ、これ使おう。いや、デジタルとアナログの違いじゃん。いやいやいや、え、誰ですか、本気で。いや、これじゃあこれ、前検索したら出てくるの。もうあの早速番組内で掘り下げていこう。なあ、お願いします。絶対知ってる人いるから。え、じゃあ検索したら出てくる系ですか、バリの兄貴。出てきます、出てきます。マジですか。10秒目です。あ、やばいね、なんか汗かいてきたやばい。はい、ってことで、はい、曽根太鼓さんです。よろしくお願いします。メソレメソレ、なんとね、あの曽根さんの、今流れてた曲、はい、それだ、今日はあの3曲ね、お届けしようかなと思ってるんですけど、ありがとうございます。初めの曲が、はい、そう、あなたのふるさとという曲で、こちら震災の時に作られた曲なんですね。うん、それで、まあ、沖縄にもたくさん福島の方いらっしゃったってお聞きしたんですけども、
この曲は相沢博正さんという方が、はい、もう本当にいい曲ができたから歌ってほしいと言ってわざわざ送ってくださいまして、で本当に私にとってはもうガラス細工のような本当に繊細に歌わなきゃいけないって思えるぐらい本当に綺麗な曲だなと思って、うん、まあ、このジャンルが、まあ、私もオペラ歌手でやらせていただいていますので、はい、あのマイク使わないで歌わせていただいてまして。え、今のこれマイク使ってないんですか？あ、そうです、いつも歌うときマイク使わないで。マジですか？そうなんです、マイク使わないで歌わせていただいてるんですけど。素晴らしい。いや、この、ね、すごい、このメッセージ、やっぱ私心歌っていうのをあのテーマに本当に演奏会とかさせていただいてるんですけれども、うん、やっぱりなんかこのあなたのふるさとのメッセージとしては、まあ、最後に出てくる歌詞で、あなた、私にとってふるさとはまだ雪残る山並みよ、どんなに離れて暮らしても変わらぬ景色を思い出すって言って、本当に忘れないってこと、うん、もう本当にこうまたこう復興するんだって、復活するんだっていう、うん、そうメッセージを込めて作られたんですね。やっぱりこう帰るふるさとに入りたくても帰れない人たちがたくさんいたっていうのを、うん、相沢さんがこうテレビやなんか情報で見た時に、やっぱりいても立ってもいられなくて作られた曲になっております。そうで、私本当震災が起きた時に全然こう自分の無力さを感じてしまって、何もできないと思って、本当になんか泣いた時とかもあったんですね。なんかしたいのにって。でやっぱりこの曲と出会って歌わせていただくことで、うん、こう皆さんにこう少しでもこう忘れないというメッセージ、こう、うんうん、また頑張ろう応援しようっていうようなメッセージを込めてこう歌わせていただくことができたので、やっぱり歌にできることをもうこれからもしていきたいなと思った一曲になります。あ、いいですね、はい、うん、すごいね、歌に込められた思いっていうのがここまで深い、はい、いや本当にもうそうですね。またポップスとはちょっとまあオペラっていうよりも日本歌曲といいますか、ポップス寄りの曲ではなると思うんですけれども、かなりこうそうクラシックな要素が多くて、うん、まあ、この音域であまり歌わないですよね、普通のポップスで。確かにね。とかっていうのは、ね、もうあんまこの音域で歌わないんで多分でもクラシックになると思うんですけど、うん、はい、あのもう震災から今年で6年になるのかな、うん、2011年だから、うん、か今年17年でしょ、はい、あのその震災の後っていうのは、はい、やっぱり今ね太鼓さんがおっしゃったように、はい、いろんなミュージシャンとか、はい、いろんな人がね、はい、もう無力感を感じて、はい、どうしたらいいかわからないっていう人いっぱいいましたよね、はい、だからその後にできたこの曲っていうのが、はい、結構素晴らしい曲がたくさんあったりとかして、はいはい、まあ、サザンの、ね、はい、応援みたいな歌とか、はい、いろんな人がもう応援歌みたいなね、はい、勇気を出そう、うん、もうあのみんながいるのよみたいなね、はい、あなた一人じゃないみたいな感じの人をこう本当にこう優しく包み込むような、はい、希望を持てるような歌っていうのが ね結構出ましたよね、はい、そうですね、やっぱり歌って私は思うんですけど、まあ、メロディーからあのインスピレーションを得て歌詞をつけていくっていうパターンもあると思うんですけど、私はもう、まあ、心歌って自分が思ってるようにやっぱり心のメッセージとか本当にを伝えるためにまず歌詞があって歌があるんじゃない、うん、曲があるんじゃないかなって思ってまして、うんうんうん、やっぱどの曲も絶対に作曲家の方はメッセージを伝えるために作ってると思うんですね、うん、そだからよりこうやっぱ深刻なメッセージであればあるかこそやっぱりこう心に通じるようなやっぱ音楽も作れると思いますし、うんうんうん、そう演奏家としてもやっぱりこう身が引き締まる思いで、だから私ガラス細工のような曲だなと思ってて、綺麗なんですよねガラスって、本当に透き通るように綺麗で、でも硬くて、うん、ちょっと傷がピッて入ったらもう壊れてしまうんですよね、うん、それぐらい繊細な心って思って、やっぱり歌うのが本当に難しかった、もう悩んだ曲ですね私にとって、本当に難しい曲だなと思って、うん、やっぱ伝えたい思いが強すぎるからこそ、うん、やっぱり、はい、あの心を込めて歌わせていただきました。うん、本当ね、すごいな、まあ、その人その人に、はい、その
こう通じるっていうか心をね、はい、打つ曲っていうのはいろいろあると思うんだけど、うん、はい、まあ、その人の人生研究だったり、はい、うん、いろんなね思いから、東日本震災の時の、はい、この平原愛子さんのこのジュピターとか、うん、はい、あれ聞いた時にすごいもう涙出てさ、うん、もうあなんていうかな、あの時のこの僕の心境もあると思うけど、はい、あの歌ってたこのシチュエーションがすごく綺麗で、うん、ものすごい思いでこう歌ってらっしゃったわけ、はいはい、すごい感動したね、あれね、もうそういうのとか結構あるよね、いやあると思います、やっぱり、うん、気持ちの方が強いんでしょうね、やっぱ歌を歌うっていうよりも、うん、もうそのメッセージがドーンって通じるんじゃないかなと思って、うん、歌の持つ力って本当にすごいなと思うし、そうですよね、はい、音楽ってねスーッても中に入り込んできて、はい、記憶までねタイムスリップさせたり、はい、本当すごいですよね、いや本当に私もその力に支えられて私も生きてこれてますし、うん、こうやっぱりそれをやっぱやっていきたいなっていうのは本当に思いました、うん、いいですね、素晴らしい、数日前もあの高橋真理子さんの、はい、歌をこう特集会なんかやってて、はい、あキースマーか何かでやってましたね、はい、あれ、まあ、高橋真理子さん僕はあの東京で仕事してた時の常連のお客さんであって、はい、もう毎月のようにあの来てたしお話したりとか、うんうん、でヘンリーさんとねお付き合いしてる時も、うんうん、今の旦那さんね、うんうん、あのまあペドロ&カプチャスの頃からのそのメンバーなんだけど、うん、まあ独立してね高橋真理子さんと別になったんだけど、うんうん、でもその後またバックバンドっていう形で一緒になってて、うん、お付き合いしてた時にまあやっぱり何て言うの、ま週刊誌とかさ、うん、そういったところのこの目とか耳とか気にしてたから、うん、僕らバレないようにバレないようにって、はい、こっちも気遣いながらね、はい、いろいろ接してた、思い出もあったんだけど、まさかね金スマスペシャルでさ、はい、あんな壮絶な思いの人生を生きてきたんだなっていうのが分かった時に、うん、あの歌のこの意味とかさ、うんうんうん、そういうのがもうまたさらにこう、はい、深い思い出を歌ってたんだなっていうのがね、はい、感じ取れて、うん、この歌の持つ力とかね、はい、パワーとか、はい、人に与える影響ってすごいもんね、いやそう生まれてからのあの子守歌とかさ、はいはいはい、そうですね、覚えてます、なんかお母さんが歌ってた覚えてますお母さんの、の子守歌、お母さんが歌ってくれたことはないかもな、あないそうなんですか、うん、うん、本当小学校低学年で、はい、清子の夜とか、はい、俺歌ってたもんね、へえ、そうなんですね、そういうのあの冬になるとクリスマスシーズンになるとそれが子守歌だったりとか、はい、だったんだろうなって、そうなんですね、もうスラスラ歌ってたもん俺、うん、だ刷り込まれてたんだよね、そうですね、刷り込み入りましたね、それ聞いた時にやっぱり懐かしさと、はい、なんか温かさっていうかさ、はい、うん、未だにだから清子の夜聞くと、はい、そういう気持ちになるよね、うん、あると思います、やっぱりその私もやっぱりこうすごいこう私小さい時って私が眠るまでお母さんに直前まで歌っていてもらわないと怒る子供だったらしくて、もう起きてるしみたいなもっと歌ってくれないとやだみたいな感じで言って、そうでも私が覚えてるのは泳げたい焼くんですけどねちょっとノリノリなんですけど子守歌いいですね、他にもいっぱい教えて、そう4番まであるとかってお母さん4番まで覚えたって言ってましたけど1、2番しか覚えてない、寝ないから寝ないから4番までそうずっと歌ってるみたいな、すごいなぜか分かんないんですけどね、へでもやっぱり記憶に残りますよね、うん、あと記憶っていうか何ですかね、情景も思い出しちゃうっていうか、やっぱ歌ってとか、私も小学校2年生の時に実は歌よありがとうっていう歌を歌わせていただいたんですね、うん、まあ、でそれって何年後だろう、大学の2年生の時に私の気持ちを救ってくれて、うん、そう、その歌がきっかけでなんか私はなんで歌を歌うんだろうかとか、うん、その当時実は体調崩して、はい、もううまく体が動かないとかっていうことがありまして、うんうん、で本当に寝た
寝る時間が多くなった時、寝る時間というか横にならないといけない時間が多くなった時に、やっぱどん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 体力がなくなっていくので、あのもう自分の中に歌がいなくなっちゃったと思ったんですね。だけどやっぱりずっと頭の中に流れてる曲があったんですよ、はい、それがなんか歌詞は分かんなかったんですけど、聞いてあの動けるようになった後にパソコンで検索してみたら、歌よありがとうって曲で、その中にやっぱりその中の歌詞で、本当に歌は僕たちの心の中にいつでも友達のようにそばにいるよ、時が流れても心の奥にいつまでも忘れられない一つの歌があるっていう歌詞で、あない私なくなっちゃうと思ってたけど、あ自分の中に歌ってあるんだっていうのを、歌詞がその小学校2年生の時に歌った歌がその時の私を励ましてくれたりですとか、だからそうやって歌って本当に小さい時からいい歌も、ね、聞いていたら本当に助けてくれる時が来るし、でなんか私2番の歌詞でまだちょっとあれなんですけど、あの今はもう涙忘れたけれど、あの時に歌った歌が勇気を僕にくれたって、だからいつの日も心を込めてこの歌を君に送ろう、僕らの歌声をっていう歌詞なんですよ、2番が。あ、私が歌う意味見つかったみたいな今はその時はもう泣いてばっかりいて涙なんて途切れてなかったんですけど、今はもう涙忘れたけれど、あの時に歌った歌、小学校2年生の時に歌った歌が、勇気を私、今の私にくれてるって。だからどんな体調どんな状態でも、もし人に求められたら、いつでも歌おうって決意したんですよ。もうでそれがもうベースで、なぜか分かんないですけど沖縄にあの、ね、去年の7月ぐらいから毎月来ることになって、だから本当にこう心歌を届けたいって、やっぱその時から、大学2年生の時から、その病気の時から横になりながらこう気づかせてくれたのも歌だったし、自分を救ってくれたのも歌だったので、まあ、子守歌もね、本当に、まあ、泳げた八木くんですけど私はもっと他の歌、お母さん歌ってくれましたけどね、きっと面白いですね。ちょっとノリノリになって寝れないだろうみたいな、逆にでも寝れちゃったんですよね、じゃあもう本格的にその歌手を目指したのは、その大学2年生の時、はい、そうですね、大学2年生の時といいますか、もう私は歌を始めた時点からもう趣味でやる気は全くなかったので、もう実は中学3年生の自分が願書を出すとき、進路を目指す、なんか出すときに、人生私は何を柱に生きていこうかってことを一人で考えたんですよ。ずっと私バレーボールを小学校4年生からやってたので、なんでいきなり歌っていう感じなんですけど、歌うことだけはすごく好きで、なぜかその時人生選ぶんだったら歌だって思って、音楽の先生に相談したことがきっかけで、もうそこからまあ、歌手っていうか本当に歌を学びたいって思って、でやっぱり人の前で歌って人が喜んでいただくってことがまず本当に嬉しかったし、もう本当に自分にとって一番やりたいこと、歌いたいこと、あやりたいことが歌だったので、もうこの道に進もうってもう思ってました。はい、その、はい、歌の中でのジャンルを、はいはい、その、ね、クラシック、そうですね、今自分も思いました。そうですよね、何かがきっかけですね、まあ、元々は実はあのポップスの歌手になりたくて、それこそ沖縄で有名な、まあ、スピードさん、はいはいはい、私も全盛期のスピードあのもう世代なんで、出ました、もうスピード、今度カラオケ行きましょうか、いや行きましょう行きましょう、ずっと忘れないみたいな、なんかあいいですね、やばい、これ行きたい、もうめっちゃ歌ってたんですよ小学校って、なんかもうすごいそんなこの感じだったんですけど、だからポップスのオーディション受けたことあるんですよ、でも受かったけど、なんか研修制度みたいな、なんかあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのでスマートお金かかるとかになって、いや絶対嘘だからやめようとかってお父さんに辞めさせられて、小学校の時オーディション受けて受かったけどやっぱりダメって言われて諦めたんですよ、その時に。受かったんですね、すごい、なんかよくわかんないんですけど、この時から歌唱力はすごかったんですね。でもその時ってもう全く緊張しなかったんですよ、へもう好きだけで歌うから、それも私持ってった CD が、CD じゃなくてカセットテープ持ってたんですよ、伴奏で、でかかんなくて、どうしますって言われて、オーディションの時に、いや歌いますって言ってアカペラで歌ったんです。出ました、いやなんかそこからですか、もういやもうなんかアカペラでも今すごいな、アカペラですけど、なんかそれでなんか楽しく歌って、
通ったんですけど、でもなんかダメだったんですよ。でも、まあ、そんなこんながきっかけで、まあ、ポップスやるかと思いきや、実は合唱の裏声を出すのが大好きで、だから合唱コンクールに盛り上がってる人いるじゃないですか、私です、それって感じです。あ、分かりやすい、はい、合唱コンクールで盛り上がる女です、うん、いるいる、そう絶対いるね、そう、うん、まあ、常に日頃もう頭がこうおかしくなったように歌は本当に生き返りずっと歌うぐらい、うん、家の中でも耳塞がれてても歌うぐらい、本当ちょっと頭おかしい子かなっていうぐらい歌ってたんですけど、まあ、それで歌をね、きっかけ、裏声が好きだったんで音楽の先生に相談したら、一人で歌うのやればって言われて、それがたまたま、それでじゃあ、まあ、音大の先生というかオペラ歌手の先生を紹介されちゃって、うん、高校の時に、うん、中学3年生で決意し、うん、で音楽の先生に相談したら、合唱とかじゃなくて一人でやるのやったらって言われて、一、うん、人でやるのってなんだろうって思ったけど、歌が学べるんだったらやってみたいなって思って、それでまあ、そしたらオペラ歌手の先生で、じゃあ音大目指して頑張りましょうって言われて、あ、音大って何なんだろうと思いつつ、へえ、じゃあトントン拍子流れるようにというか、いやでも大反対受けて、あ、親からですか。だってずっと小学校4年生から、ね、中3、まあ、高1までバレーボールずっとやってた人がいきなり歌やるのかみたいな、うん、それも音大行くのみたいな、オペラみたいな、それオペラみたいなオペラってみたいな、へ、私の家族全員あのスポーツ家族、スポーツ一家だったんで、はいはい、みたいな、歌が好きなの知ってるけどなんでみたいな、そうなるよね、普通ね、そうです、大反対です。でもどうしてもなんかやるって決めたらもうやりたいんで、お父さんにもうトイレから出てきてもお父さんやらせてくださいっつって、おご飯で会ってもやらせてくださいっつってもう帰ってきて、お、ね、ただいまじゃないやらせてくださいっつって、もう1ヶ月間言いまくりして、じゃあでそれでお母さんが折れたんですね、でお母さんがお父さんを説得してくれて、で条件付きで進学校に受かったら、この進学校に受かったらやらせてあげるって言われて、本当だったらね音高とかあるんですけど、うん、もう時期が時期だったんで、あの、まあ、願書出す時期だからもう遅いじゃないですか、うんうん、だからまあ、 あのそのなんか進学校に行けば歌をね諦めたとしても普通の大学にも行けるし、あ、はい、っていう親の愛で、うん、私はでもうそれからもうこれやれば、あ、歌やらせてくれるんだと思って、うん、もう本当に頭おかしくなるぐらい勉強して、うん、なんか楽しくなってきちゃって、どんどんノート積むの楽しくなってきちゃって、勉強したのも、あ、そっちの才能もねあったんですね。いやだからやりたいことをやるときに、うん、もう初突猛進で進む能力は、うん、そう、すごいな。その進学校には、はい、あのそのコーラス部とかなんかないんですよ。あ、何もないです。歌の環境はなかった。ないです。あ、じゃあもうそのただ本当に進学校に行く、うん、ただ本当に。でもまあ、なんですかね、やっぱりそこでまあ勉強もしつつ、私はどうやって勉強オペラを勉強してきたかって言いますと、全部外でレッスンを受けました。ピアノの先生にピアノ習ったりですとか、あのソルフェージュって言って音楽の基礎を勉強しなきゃいけないんですけど、受験で楽典って言って音楽の理論、数学みたいなあるんですね、そういうのが。なんか難しそう。数学っていうか、まあ、数学よりも もちろん簡単なんですけど、こうなんて言うんだろう、これは調三度とかドレミとか、うんうん、これは 何度ですかとかって言って、そういうちょっとまあ覚えるようなことですとか。これはもう聞いて覚えるってことですか。まあ、聞いてっていうか、もう勉強みたいなものですね、うん、その楽典っていうものと、あと学語記号を覚えたり、イタリア語なんですけど覚えたりですとか、あとは耳で聞き取って楽譜にする聴音って言うんですけど、聞く音って書いて聴音、あと新曲師匠って言って、新しい譜面を見てすぐ歌えるって、うんうん、そうだから楽譜にするにはある程度の知識もないといけないですし、うん、そういうのをだから勉強とは別に外で習わなきゃいけなくて、ただ歌が上手いだけじゃダメなのか。いやもうすごい忙しかった。で私本当は大学高校1年生からもうバレーボールやる、あ、バレーボールはやめるって決めたんですよ。だけどもううずいちゃって、もうでもう師匠からもうやめ、何、あなたは天才じゃないんだからやめなさいとかって言われたけど、わかんないからやりますとかつってやっちゃって、バレーボール、あ、バレーボールもやっちゃったんですよ。そう、高校時代、そうバレーボール1年間やっちゃったんですよ。1年間で一応止まったんですけど、なんかレギュラーになってしまって、
うん、1年生でボール拾いかなと思ってたらレギュラーでアタッカーになっちゃったんで、だったらもうめちゃくちゃ忙しいじゃないですか、はい、で合宿もあるんでもう全く両立できないし、もう体力も、うん、なんですか、終わった後に部活が、うんうん、ピアノとか弾けますって感じですよ、ね、やっぱ弾いてましたけど、アタックめっちゃやった後にピアノとか弾けますかって、ね、弾くんですって、苦手でだからもう歌った方が早いってずっと思ってたから歌まあ今一応レッスンで軽くは弾くんですけど、うん、指導するときにもうだからそんなこんなで、まあバレーボールもやりつつ、まあ、レッスンも4つとか、うん、だからね、あれじゃないですか、7日しかないじゃないですか1週間、うん、で4カ所まあ行きますけど、プラスそれ2回行く時とかあるんで、もう毎日行ってる、うん、で毎日もう自転車、静岡出身なんですけど、ほとんど自転車でどこまででも行くんですよ。40分50分1時間かけても自転車でどこでも行くんですよ。へー、だからで私の家は山の方だったんで、はい、海に向かって行ったりとか、もう本当にもう車です。すごい体力あったんね。いや、すごいすごい体力ありました。すごいですね、なんか意外な、その時はムキムキでした。今はちょっとなんか音大行って、音大って体育館ないんで何も運動もしなくなってあれなんですけど、その時はこう男みたいな体って言われて、その時のね、ちょっと太鼓さんってたら多分どんだけ前髪切れるかなってやってましたもん。なんかこうバレーボールだったんで、いいですね、それいいですね意外とね話してたらボーイッシュな感じだ ねちょっと絶対気が合うだろうな、本当にかなり体育やればできる、なんかそうだからやればできる根性できちゃったんで、うん、ちょっと間違えて病気になったりとか、うん、なんかそれこそ高校生の時にはもう分かんないじゃないですか、でスポコンなんで、うん、風でも歌うだろうみたいな、うん、でも風邪ひいてる時って普通でも声ガラガラじゃないですか、うんうん、でも歌うから絶対壊すんですよ、うん、すごい壊しちゃう声帯開いちゃったとか、夢中ぶり半端ないんですねそうなんです、もう やればできるみたいな、もう やってもできない時あるよとかって言ってまあね、そういいですね、タイプですね、スポコン根性でスポコン根性ですね、あの体育さんのまたもう一曲2曲目ね、紹介いただいて、はい、一旦 CM またね入りたいと思いますんで、2曲目の紹介お願いします。2曲目は、はい、2曲目は大切なものほど目の前にあるという曲です。この曲も相沢博正さんが作曲されたんですけども、うん、これは作詞作曲された曲で、はい、相沢博正さんって実は35、6のまだ若い方なんですね。そうなんです、すごい、そうなんです。でそれで、彼が初めて作詞をした曲で、これは私と沖縄をつなげてくれた本当に素晴らしい曲っていうか、私の魂の曲だなって思ってる曲で、うんうん、実は私初めて来たのが2年前一昨年だったんですけど、うん、伊江島で障害者のサミットがあるって、うん、っていうことで、うん、たえちゃん1曲でいいから歌ってくれないかって。で私実は3年前に、まあ、入院したりとかして、うん、もう手足がこう動かない症状が出てしまう持病があって、でそれでまあ、入院から復帰してきたくらいの時、うん、でやっと1曲歌えるなと思ってた時にご依頼を受けた曲だったんですよ。この曲で、この曲実は難病の子どもたちとその親へっていう NPO 法人の団体のために書かれた曲でして、でこの曲はもう闘病なんかその3年前の入院してる時期に本当出会った曲で、見た時にもう涙が止まらなくなって、また歌いはありがとうの前の次の大切な曲として私はあるんですけど、やっぱり本当に動けないから、でこれからどうやって生きていったらいいのとか、こうやっぱり歌で何をやりたいのって思った時に、ここの歌詞の中に全部入ってたって。やっぱ夢を描くことは誰にでもできるから、ただ夢を叶えるには諦めないで今をって、今僕は生きている、与えられた命、今僕にできること必ずあるから、今君に伝えたい、一人じゃないから、今君に伝えたい大切なものほど目の前にあるっていう歌詞が最後に出てくるんですけど、あ、そうかって、またまた気づいちゃったんですよ。私諦めないことだと思って、だから私はこの曲と出会ってから自分の中で
やっぱり自分の体を通してやりたいことは諦めないことを歌で伝えていくことだって、うん、心歌のメッセージとして、そう、そんな曲ですね。大切なものほど目の前にある、はい、はい、お聴きください。この歌に出会うべく多分入院したんでしょうね。いやもう本当にびっくりしました、この曲は。これ全部アカペラで聴いていただいてるんですよ、あの時に。ああ、これはね、ピアノ入ってますけどね。そう、ピアノ入ってますね。でもこれもマイクとかは使ってないってことですね。使ってないですね。もういつもマイク使わないで。すごいですね。もう私はどこでもアカペラでも歌うんで、もうなんか本当自然の中で歌うのが大好きで、やっぱりそう、歌ってって言われた場所がもうステージだと思って、なんか。まあ、あの今ツイキャスとかね、聞かれたりとか YouTube、はい、ユーストリーム聞く方はね、あの今曲は流れてるんですけど、うん、聞けてないんで。あ、そうなんですね。はい、だからいろいろね検索とかしていただいて、大切なものほど目の前にあるっていうことで、曽根妙子さんでね、はい、拾ってみてどっかで聞けるかもしれないし。すごいです。うん、そうですね、あの今私あのホームページがあるんですけど、心と音楽教室と、まあ、曽根妙子って調べていただければ、うんうん、ホームページでもご覧になることができますし、うん、今 iTunes とか Google Play、Apple Music、うんうん、レコチョクなので、あの今音源配信中ですので、うん、そこであの短く聞くこともできます、うん、はい。まあ、本当は生で歌いに行きたいですけどね。じゃあね、せっかくだからあの、はい、CM 明けに、はい、あの何か一番今あの歌いたい曲を、あのワンフレーズっていうか、なんか何の曲でもいいですか。うん、どこでも。マジですか。こっちですか。どっちでもいいです。もう今ね、太鼓さんが歌ってくれるなら何でもいいです。わかりました。じゃあ私今自分が一番伝えたいメッセージがやっぱり夢を描くことはっていうところからなんで、じゃあそこからいいですね。だってワンフレーズだったらいいですよね。うん、贅沢ですねこれ。まあ金もない金ね、生でラジオ 79.7 を聴いてる人は今こういう曲聴いてますけどね、はい、うん、今僕らが話してるのは聴きてないけど。あ、そうですね。そうそう、うん、今 Ustream とか YouTube 後でね見てる人は、はい、曲は聴けてないんで、はい、まあね、特別に、うん、特別な情報ですね。いつもね、やっぱりUstream、YouTube この見てる人は、はい、このね、CM の間はもう割と無音だったり、うん、僕ら あの CM の間のフリートーキング聞いてるだけだから、ね、はい、曲なんか聞いてないわけ。あ、なるほど、なるほど。その辺があるんで、ちょっと今日はプレゼントっていうことでね、はい、ぜひプレゼントさせていただきたいです。まあ、今あの生で、ラジオ聴いてる人もまた実際のね生声ってまた違うと思うね。うん、私にとって魂の曲ですね。これはまた繊細なんですけど、こっちの方がポップスにかなり近いですね。大切なものほど目の前にある。やっぱり難病の子どもたちの施設で歌えるように、みんなが歌えるような雰囲気で作られてるんで、で男性が歌ってた曲なんで、作曲されたの男性なんで、こうちょっと音域低いんですけど、うん、やっぱり絶対この音域で歌いたいと思って、うんうん、でもすごくあの聞きやすいね、うんうん、最近あの何ていうかな、何を言ってるかわからない歌詞がさ、はい、もうぐちゃぐちゃな、うん、あの音楽いっぱいあるじゃない、はい、もう年寄りなんかよく特にわかんないと思うけど。やっぱこういう、はい、あの心に訴える曲っていうのはさ、はい、はっきりね、うん、言葉のメッセージがこう入ってこないとさ、うん、確かに、うん、すごくやっぱ感動的な、うん、ありがとうございます。うわー、いい曲だ。
どのぐらいの量で歌っていいんだろう。抜いた方がいいですよね。まあそうですね。ピーってなりますよね、これ。なるかな、多分ならないですよね。あ、ならないですか。まあ、全然大丈夫です。大丈夫ですか。ちょっと離れるぐらいで。あの、こっちで。そうそう。あ、わかりました。これはピアノの方とかも決まってるんですか、この歌うときに。あ、今回はそれ作らせていただいたんですけど、あの、実は今回あの入れてもらって、うん、それでこう、そうですね、普段はあの生のやるときは、うんうん、今スペイン在住の、そう、あのマヨルカ島に住んでる友達がいるんですけど、内奈々子さんっていう、あの方がピアニストでスペイン大使館でも演奏したりですとか、そう、その子に聴いていただいたりですとか。10秒前です。そうしてます。うん、やっぱあるんですか、このピアニストでもこの歌う波長っていうんですか。あります、あります。全然違います。だからやっぱり大好きな人とやりたいです。そうか、うん、音楽性が合わないと、うん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 、なんか話してる時にこうパンパンって当たっちゃう人とかいるじゃないですか、うんうん、ああみたいな、そういうのがあるので、うん、面白いな。はい、ってことね、はい、素晴らしいね、歌聞きましたね。まあ、ラジオ聞いてる方は本当にあの感動的な今の曲ね、聞かれたと思うんですけど、まあ放送時間あと残りもう10分ぐらい、早い、あっという間だったけど、まあ、特別にね、はい、せっかくいらしてますんで、生の声もね、ここで聞いてみたいなと思いますんで、はい、貴重ですよ、マジで。いいですか、うん、はい、はい、どっちか1曲の方がいいですか。もうあのもうお任せします。はい、歌いたいものも、はい、伝えたいものも思い存分、はい、私そのあなたのふるさとの、うん、やっぱりその繊細なのも聞いてほしいなと思って、うん、はい、そう、ちょっとじゃあ一部分だけ。じゃあ、 あの最後の曲は次の曲何でしたっけ、3曲目。雷の翼ですね。あ、それは生でじゃなくて、じゃあ。これは実はトロンボンと歌とピアノで、じゃあそれ入れた方がいいですね。あれなんです。うん、ボカリーズで歌詞がないんです。へえ。もう大自然の中の曲っていうか、上野の舞台にあの、繰り広げられてるんですけど、雷っていうのが雷鳥なんですね。雷鳥って飛ぶことができない鳥なんですよ、はいはいはい、なんですけども雷鳥が飛んでこう上からこう自然を見ていたりですか、自然の厳しさや美しさを表現した、うんうん、この曲になってます。これは私とあのトリオパッション、私はトロンボーンと歌とピアノでトリオパッションというユニットを組んでいるんですけれども、うん、そのメンバーでやっぱりこの編成でオリジナル作品がないんですね、うん、あまり。なのであのこう移植させていただいて依頼したことがきっかけでこうできた曲です、これは。そうだから歌詞がないんです。また気になりますね。わ、はいはい、かりました、うん、じゃあ、生で、はいはい、ではあなたのふるさとの一部分、はいはい、そう、私にとってふるさとはまだ雪残る山並みよ、どんなに離れて暮らしても。これがあの最後の、はい、歌詞で一番伝えたい歌詞ですね。すどっから出るんですか、その声。そうですね、声の出し方っていうのはどんな感じなんですか。神様ですよ。いやでも本当にどう歌いたいかってことをすっごくやっぱり考えるっていうか、なんでこの声にしたいかとか、うん、なんで、うん、なんでというか何を伝えたいかってことをすごく大切に思うと、私の場合はちょっと声がいろいろ変わっちゃうんですけど、これってクラシックの中ではダメなことですね。あ、そうなんですか。だって違う声っていうか、こう基本的にこうまっすぐ歌う声っていうかいうのがあるんで、
こうなんて枠があるんですよねやっぱり。そうだけど私はちょっといろんな歌い方しちゃうんで、うん、またこれは全然違いますし、うんうんうん、まあこのね映画の時も全然違いますし、逆にいろんな歌い方する方がすごくないですか？だから良い面もありますし、喉の消耗も激しくなるんですね、うん、そうするとやっぱクラシック、やっぱりオペラを全部歌ったプログラムの方がとっても楽なんですよ、うん、喉はポップスっぽい。私オーハッピーデイとかめっちゃあんで、その地声でやばいですね、オーハッピーデイ、あやばいやばい、こうふーってやっちゃうんで、いいですね、そうするともうなんかこう地声の今こうダーって鳴らすような声でやっちゃうから、やっぱそれとオペラって今さっき全然違うじゃないですか。もう毎日一人で楽しいでしょ。楽しい、毎日気持ちいいですよね。楽しいですよ。ノリノリです。いいですね。だからそう曲によって全部変えちゃうことは一個ね、良さもあるかもしれないですけど、喉の負担もあるし、だから基本はオペラでやっていかないと、やっぱ自分の声を守るためにもっていう風な感じでやってますけどね。だからこのあなたのふるさとはすごいなんか日本歌曲っぽいいいですけど、うん、ちょっとポップスっていうかに近いようなミックスですね、うん、で次にあの歌わせていただくのは、はい、大切なものほど目の前にある、はい、あそうでもこの陣内さんの話もしていいですか？え陣内さんのねえ、そうなんです、幸福のアリバイって言って、あの陣内孝則さんが、そうだそう、これちょっと気になったんですよ、主演の映画の主題歌、はい、挿入歌になるんですけど、でも本当たくさん使っていただいて、うん、3カ所で一番いいとこで使っていただいて、だからノーカットで本当にバックミュージックになってないから、逆に聴きに行ってすごい緊張するっていう話がすごいな。その曲、ね、もう歌わせていただいてもいいですか？ちょっと冒頭だけ、どうぞ、もうぜひお願いします。実はオーミオバッピーノっていうイタリア語で、はい、オペラジャンギスキッキよりオーミオバピーノって曲があるんですけれども、はい、私のお父さんってよく、うん、ちょっと、まあ、耳なじみあるかと思うんですが、うん、はいはい、この曲は本当はイタリア語の曲なんですけれども、朝日テレビさんがこう編曲、作詞して、うん、日本語で歌わせていただきましたので、はいはい、その冒頭をちょっと歌わせていただきます。はい、はい、お願いします。大切なお父さん、驚かないでね、とわの証を彼がくれたの、全部歌っちゃった。すごいなこれ。贅沢以上。ねえ。マジ。いやもう本当。マジもうあと残り時間すね、もう三分ぐらいしかないんですけど。いいよなけど。もうね、最後のもう曲は若干ね、フェードアウトになっちゃうかもしれないけど、うんうん、ね、太鼓さんの今後の、はい、活動目標というか、はい、今年のまた抱負でもいいですし。そうですね、はい、やっぱりもう心歌を日本全国、うん、海外までも
広げていきたいっていうのが私の目標ですね、うん、もう夢とかじゃなくてもう叶えるためにこう段取り組んでやっていこうと思って、うん、また4月にはバリに行きますし、うん、こう3月には熊本気仙沼の方もで、ね、こう回れるように本当静岡東京神奈川日本全国いろんなところに行って、うん、このやっぱりメッセージとしての心歌を届けられる活動ができたらなと思っております、うん、また沖縄には来月2017年の2月の7日にカフェラウンジカノンというところで沖縄市のおもろ町なんですけれども、3時間飲み放題の食事付きで、うん、チケット料金は4000円でそうなんです。で7時30分から演奏はスタートなんですけれども、うん、6時30分からお食事がありまして、うん、心歌バレンタインライブとしてやりますので、うん、よろしければ沖縄の皆さんいらしてください。はい、はい、ありがとうございます、ね、まあ、曽根妙子さんの、はい、いろいろアクセスというか、はい、これは Facebook? そうですね、 Facebook かホームページがございますので、はい、そこから直接メールでご連絡いただくこともできますし、うん、パーティー演奏や小学校での慰問演奏など、うん、いろいろ演奏依頼も承っております、うん、はい、このイベントスケジュールもすべて載ってるんですよね。そうですね、はいはい、随時告知をしてまおります、はい、ぜひ ね、はい、もう本当に聞きたいことたくさんあったんですけどねそうです ね、まだまだ時間が1時間じゃやっぱり足りないぐらいだから、はい、またちょくちょくね沖縄に来られた時は、はい、ぜひね、はい、ぜひよろしくお願いします。この話の続き、はい、もうだって大学ね、はい、音大の話もまだ、はい、そうですね、まだまだだしちょっと話が長かったですね。結構ね、なんだかんだ大工さんノリノリだから音大に行ったところまでしか話してないから、ま、もうこっから現在までが長いはずなのに。そうですね、次に残しておいて、ね、次も来るから、もう次回ちゃんとね覚えてて僕らも、はい、次回は音大から現在に至るまでとか、またバリ島行ってからの話とか、はい、いろいろあるはずなんで、またよろしくお願いいたします。その辺も含めてね、これからのまた活躍も、はい、ありがとうございます、ね、期待してますんで、はい、今日は本当に突然でしたけど、はい、ね、わざわざ沖縄まで来ていただいて、はい、ご出演ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、ね、のどね、風邪ひかないように頑張ってくださいね、はい、気をつけますと、はい、いうことで今日は曽根妙子さんを、お招きいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。オフした、録画を保存するでいいんです。オッケー、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。で本当また来月もあぜひ、はい、来てください、はい、え7日っていうと、はい、火曜日なんですよ。火曜日なんです。おでまあ